韓国では日本の植民地支配からの解放を記念する式典でムンジェイン大統領が演説し、日韓の協力が日朝国交の正常化につながると語りました。安倍총리와도한일관계를미래지향적으로발전시켜나가고한반도와동북아평화번영을위해긴밀하게협력하기로했습니다그협력은결국북일관계정상화로이끌어갈것입니다また、ムン大統領は来月予定されている南北首脳会談が朝鮮半島の非核化とともに終戦宣言と平和協定へと向かうための大胆な一歩になると強調しました。